皆さん、ラジコン最高でござるか。ラジコンホビーを超えなくはいつ侍とんまけでござる。このシリーズはラジコンというホビーを通して行動経済学でちょっとした勇気を得る挑戦的な内容でござる。ラジコンをテーマにしてますが、それを普段の行動と着替えて見てもらっても良い内容になっているでござる。ちょんまげ。2つの疑問を持ったでござるね。1、行動経済学って何よ。今までの経済学は人間は必ず合理的な経済行動をするものという前提で構築されましたところが、私たちはそれでは説明できない非合理な振る舞いを多くしてしまいます。例えばジョンマギはタミヤから発売されているエントリーモデルの定価が1万円もしない肉バギーレーシングファイターの性能を上げようと改造に改造を重ねて気づいたら、周辺機器なんかも含めると総額10万円以上は軽く使えました。もし10万円もあればもっと性能の良いハイエンドバギーを手にすることができたのにでござる。非合理でござる。行動経済学とは、従来の経済学では説明できない人間の経済行動を人間の趣味という視点から解明しようとする新しい経済学です。これね、とっても面白い学問でござるよ。それが良いか悪いかではなく、非合理な行動を起こしそうな時に知らせるためのものとして何か気づきがあれば、ありがたき幸せにござる。二つ目の疑問、なぜラジコン？ラジコンと聞いて何を連想したでござるか？おじさんの趣味？キッズのおもちゃ？オタクの趣味？ちょんまげはラジコンを作る、眺める、走らせる、仲間と遊ぶ、競う、おしゃれ四つなモータースポーツとして推奨してるでござる。ラジコン好きな人はこれをきっかけに知って一緒に遊んでこの楽しさを共有できればありがたき幸せにござる。それでは行ってみましょう。ちょんまげ、ちょんまげ、割引最高でござる。の待って、ちょんまげ。ある日、ちょんまげはラジコンのパーツを買いに秋葉駅へ行くことにしたでござる。駅から近い RC ショップ A に行くことにしたでござる。パーツは定価の1000円で売っていましたが、念のためもう一つある RC 店 B でスマホで値段を調べてみたら、なんと700円。でも B は駅から A に比べて少し遠いでござる。どちらで買うか今日まで少し悩みましたが、やっぱり安い方が良いので、 B まで頑張って歩いて 30% オフでゲットしたでござるよ。Get down.